どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野です。今日はですね、茶葉のグレード等級区分について解説させていただきます。よくですね、オレンジペコーとかブロークンオレンジペコーとか聞くと思うんですが、ここら辺ってちょっと分かりにくい部分じゃないですか。そのまま受け止めれば、オレンジペコーってオレンジの香りがするの？みたいな感じになりますよね。今日はそういったよくわからない言葉の意味と特徴をこちらの紅茶バイブルを参考にさせていただき解説してまいりますので、この動画を最後までご覧いただければ茶葉の選び方、見え方をより広げていただけると思います。それでは早速やってまいりましょう。まずですね、茶葉のグレードとか等級と聞くと A5 ランクの松坂牛とか A4 ランクの松坂牛がみたいな品質や味のランクをイメージしてしまいがちですが、紅茶の場合は茶葉の大きさと形状を表す言葉として使われます。ですのでここからはグレードイコール葉の大きさと形状なんだなというのを頭に入れたまま聞き進めてください。いつも通りもう少し私たちの身近にあるもので分かりやすく例えていきますね。皆様はこれまでの人生の中でおそらく一度は泥団子を作ったことがあると思うんですよね。その時に手のひらサイズの石ころで泥団子を作ろうとか、もうちょっと粒が小さいもので砂利がありますが、これで泥団子を作ろうってならないじゃないですか。やっぱり粒子ができるだけ小さくて、水をかけたらギュッと固まってくれる粘土みたいなやつで作りますよね。こんな感じで物にはサイズがありますよね。これは茶葉も同じなんですよ。これを茶葉に置き換えると、大きいものから順にフルリーフ、だから石ころのポジションですね、があって、次にブロークン、だから砂利のポジションですね。そして最後にファニングス、だから粘土のポジションですね、があり、3つに分類されます。ちなみにこれらのグレードの基準は国際的な規格はなく、事実上茶園やメーカーが独自の判断でつけているのが現状です。ですので以前の動画で純銀ってどこからが純銀なのっていう話をさせていただいたんですけども、これと一緒で日本やアメリカやイギリスっていうのは作品全体の銀の含有量が 1000% 中 925% 入っていれば純銀って言っていいですよねって感じなんですね。ただしフランスでは 1000% 中950以上じゃないと純銀って言えませんよねみたいな感じなんですね。それと近いものだと思います。それではこれからね、それぞれの詳細を解説していきます。1番目はフルリーフです。その通り、切断されていないそのままの状態です。茶葉の特徴は葉っぱの形がそのまま保持されているのがわかります。2番目はブロークンです。切断したり砕いたりした状態の茶葉です。だいたい2ミリから3ミリ程度ですね。3番目はファニングスです。粉砕した粉状の茶葉です。だいたい1ミリから2ミリ程度ですね。基本的にはこの3つに分類されますが、その下にももう少し細かいものがありますので、補足としてこちらも解説しておきます。4番目はダストです。これがだいたい 0.5 ミリから1ミリ程度の粉末状の茶葉です。これをあえて生産するってことはほとんどなくて、多くは他の等級の生産過程でふるいをかけた時に出る粉状の茶葉を集めたものなんですね。そしてこの多くはティーバッグに使われます。ここまでお話ししたグレードはオーソドックス製法といって、人の手と機械で茶葉本来の個性を引き出す製法です。人の手が入っているのが特徴ですね。あと一つの製法が CTC 製法になります。 CTC とはそれぞれの頭文字をつなぎ合わせた言葉です。最初の C は押しつぶす、クラッシュですね。次の T は引きちぎる、ティアーですね。最後の C は丸める、カールですね。の3工程を1つの機械で行うことで作業効率を向上させた大量生産向きの製法なんですね。勘違いしてしまいそうなので補足で説明しておくんですが、茶葉が大きいほど紅茶の品質がいいとかって話はなくて、前回話している動画のように茶葉には適材適所があるんですね。フルリーフと相性がいいやつもいれば、ブロークンと相性がいいやつもいるし、購入者にとっては時間をかけて抽出させるか、時間をかけずに抽出するかもあるからですね。要するに
大きさを統一させて一定の味を保たせるために分類するんですね。ここまでで茶葉のグレード、大きさと形状ですね、についてある程度ご理解していただけたかなというふうに思います。ではここからは葉の部位の読み方について解説してまいります。今こちらに図が出てると思うんですが、まず新芽の部分、一番てっぺんのちっちゃい芽の部分ですね、ここを FOP フラワリーオレンジペコーと言います。チップとかディップとも言ったりします。この新芽はまだ芽が開いておらず、成長とともに落ちていってしまう産毛に包まれています。次に新芽から1枚目を OP オレンジペコー、新芽から2枚目を P ペコー、新芽から3枚目を PS ペコースーチョン、新芽から4枚目を S スーチョンと言います。オレンジペコーという聞き慣れない言葉が出てきたので、ここでそれぞれについて解説していきます。まずペコの語源を解説します。中国語で白く産毛が生えていることを表す白毫という言葉があります。これを福建語ではペイカーというふうに発音するんですね。これが英語に置き換わってペコになったというわけです。先ほども説明した通り、新芽には産毛が生えており、新芽に近い葉にもまだ産毛が残っています。だから新芽から3枚目まではペコー、産毛ですね、がついているんですね。ここで問題になってくるのがオレンジです。部位を表しているのになんでオレンジになるんでしょうか。これはいろんな諸説があるんですね。茶葉への香り付けにオレンジの花を使用したことから来ているという説、オレンジナッサウ宮、オランダ王家のオラニエ・ナッサウ家に由来するという説など様々ですが、一番有力なのが紅茶の水色がオレンジ色に見えるからというものです。やはり色に関するものは説得力が一番あるように感じますよね。ですので4枚目のスーチョンになってくるとオレンジにはならないということでしょうね。ちなみにスーチョンなんですが、一般的な紅茶にはあんまり使われません。なのですが、一応ですね、ラプサンスーチョンという紅茶がありまして、この紅茶はスーチョンの部分を使用している紅茶なんですね。春になったらタケノコを食べるじゃないですか。あれってご存知の通り、タケノコの子供で巨大化したら硬くなって食べることができますよね。ですのでペコーが作るところまでが美味しいタケノコで、スーチョンになったら大人のタケノコ、大人の茶葉ということですね。だから硬いって考えると分かりやすいのかなというふうに思います。ということはですね、パッケージにオレンジペコーって記載されているものはいい部分だけを摘み取って作ってあるんだねってのが分かるということなんですね。では最後に茶葉のサイズと茶葉のポジションについて理解できていると思いますので、これらをつなぎ合わせた正式なグレード形状ですねについて理解を深めていただきたいと思います。前半に茶葉の原型をとどめている順からフルリーフ、ブロークン、ファニングス、ダストになりますっていうお話をしたじゃないですか。これらってのはまたさらに細分化することができるんですよね。するとフルリーフは先ほども解説した通り葉の原型をとどめているものですので、そのまま形状ごとに分類していくと FOP から S と、だからフラワリーオレンジペコーからさっき説明したところを話してスーチョンに分類されるということなんですね。では次のブロークンなんですが、ここを今からお話ししていきます。 BOP ブロークンオレンジペコー、BP ブロークンペコー、 BPS ブロークンペコースーチョンになります。では次のファニングスなんですが、 BOPF ブロークンオレンジペコーファニングス、そして D のダストになります。横文字が連発されたのですが、要するにこんな感じで分類してあるんだな程度の認識で大丈夫です。本当はこの他にもファインティッピーゴールデンフラワリーオレンジペコーとかシルバーチップとかゴールデンチップとかあるんですが、これらっていうのはちょっと特殊で、ここで話すともう全然意味が分かんないという状況になってしまうと思いますので、また別の動画でそれらも解説したいと思います。このように形状で統一させているということと、葉のポジションに付けられた名前を理解することができれば、どの部分の茶葉かどうか、茶葉の大きさはどうかというのが分かり、より茶葉を選ぶ選択肢を増やすことができるというわけなんですね。いかがでしたでしょうか。
本日は茶葉のグレードについて解説させていただきました。この動画が勉強になった、楽しかった、面白かったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねのボタンをお願いいたします。それではまた。